ゴッドファーザー、今回の週刊中年ジャンプメッセージ動画につきまして、そうですね、ストーンさんの株スクールに私が名前をつけるんだったらということでね、少し思いついたんでヒントにしていただければと思ってお話しております。今回候補に上がった株スクールの名前はですね、1つ目、リーマン投資クラブというのはいかがかなと思いますよね。まあ、当然このリーマンっていうのはリーマンブラザーズという多分ね、日本で一番有名な海外の証券会社、もう今ね、亡くなってしまいましたけどね、まあそこからちょっと文字ってね、つけてみましたけども、リーマン投資クラブで、これ本当の意味はサラリーマンの方集まって投資を一緒に勉強しましょうみたいなね、まあそんな意味合いなんですけども、そことかけているリーマン投資クラブっていうのは非常にこの分かりやすいんじゃないかなと。リーマン投資クラブっていうだけで、あ、株を扱って何かするんかなっていうふうに分かると思うんですよ。で、リーマンの意味も分かると思いますし、いや、これはサラリーマンが集まってねということで説明もできると思うんで、どうかなと思いました。こういうふうにして名前を付けてるかなっていうところですよね。まあちょっとだけ SEO 効果も込みで、リーマン投資クラブ、それぞれがかなりビッグキーワードですからね、この組み合わせはなかなかいいんじゃないかなと。2つ目はですね、ウォーレン・バフェットさんですね。世界の三大投資家、世界5人の金持ちのうちの1人、ここから取って、まあ YouTuber でバフェット太郎っていうね、方もいらっしゃるんですけども、バフェット・ジャパン・クラブということで、バフェット・ジャパン・クラブ、まあ呼び方発音はいろいろあると思いますけども、 BJC ということでね、バフェット・ジャパン・クラブみたいなのつけてみたらどうかなということでございます。これもだから既存にあるもう有名な人の名前を使って、まあそれを目指して頑張ろうねみたいな意味合いをつけてるネーミングだとどうかなと思うんですよね。結構ね、そのコミュニティとかクラブの名前って参加意欲にかなり響いてくるんですよね。やっぱりこう、私の考えた速稼塾っていうタイトルも、結局はね、早く稼ぐために頑張って勉強しようかなっていうような意欲をかきたてる短い言葉、3文字のね、漢字ですけども、こういった造語を作ることによって、一文字一文字がね、いろんなイメージをね、持っていただける。だからこう引き込む力も強いのかなっていうふうに思うんですよ。だからコミュニティのタイトルってのは、まあ、結構ね、感情に訴えかけるものがいいかなと思います。かっこよくつけたつもりでも、その意味が自分にしか伝わらなければ、なかなか難しいんでね。やっぱり一目見て、あ、多分こういうことなんだろうなって分かりやすいのつけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、3つ目なんですけども、これはね、マーケットオーダーキングというふうにつけてみようかなと思います。このマーケットオーダーキング、つまりマーケットっていうのは、市場ですよね。相場の市場のことを指します。だからマーケットでいいと思いますけども、オーダーってのは何かっていうとね、2つ意味があって、それをね、絡めてるんですけども、1つは秩序ってことなんですよ。ニューワールドオーダーっていう言葉があります。これ新世界秩序と言いまして、2030年前後に訪れるんではないかなというディープステートのね、言葉なんですよね。裏社会の言葉、これはだから、例えば今だったらロシアがこのまんま敗戦に向かってね、クーデターなど起きて解体された後、そのロシアのいろんなね、利権を主要な国で分け合って、でしかもドイツと日本がついに80年前の敗戦国の汚名から脱出してですね、常任理事国入りするんではないかなというところで、常任理事国がロシアを除いて新しいね、5カ国なり10カ国で固めていくという形で新しい秩序を作って、そこではもうね、ドンパチの戦争ではなくて、経済で頭で戦っていこうよみたいな新しい、価値基準が世界に作られるんじゃないかなという意味で、まあ、ワールドオーダー、ニューワールドオーダー、新世界秩序っていうのがあるらしいんですが、ここのオーダーを取ってですね、マーケットオーダー、要するに相場の秩序、そしてそこに最後にね、おまけでキングをつけることによって、まあなんかちょっと力強さをね、出しているって感じですよね。そしてオーダーのもう一つの意味は、オーダー、つまりは株の注文をするってことですよね。空売りもありますけども、だからそこもちょっともじってていいかなということでございます。まあ私ならどうつけるということで、勝手にこんなコーナーやってみましたけども、やっぱりね、株スクールにしても何にしても、これストーンさんの持ち物ですから、ストーンさんのコミュニティですから、まあ多少のね、影響は私からあると思いますけども、でもまっさらご自身でつけられることを、まあね、願っております。もちろん、私が今つけたこのスクールの名前を使っちゃダメよってことではないんですけども、あくまで私はこういうふうに考えたらいいんじゃないかなってことを今回ね、一つのアイディアとしてお届けしたかなっていうところでございます。もちろんね、気に入ってくれたら使ってくださいね。
その他いろんな候補を出して決めていくのもいいと思いますし、それからね、コミュニティの皆さんと、名前を付けようと思うんだけどねみたいな感じで話し合ってもいいと思いますしね。それこそコミュニティに入ってる方は愛着が湧くと思いますし、それから YouTuber などで呼びかけてみるっていうのも一つの手かもしれませんね。はい、ということで私の場合はいろいろね、感情に根ざすようなキーワードをいっぱい紙に書いてみて、こういうふうな紙に書いてみてね、で、これとこれをチョイスしようかなみたいな感じで選んでいくかなってことです。肝心なのは感情にね、グッとくるやつね、そういうふうに考えてますね。じゃあ今回は以上です。